皆さんこんにちは、藤上里奈です。よろしくお願いします。
の告知があります。今年の年末12月の27日吉野県民文化センターにて藤上里奈初めてのホールでのワンマンライブが決定しております。ありがとうございます。今日新しいフライヤーを持ってきておりますので、後でぜひぜひ受け取ってほしいなと思っているんですけれども、2015通知表というタイトルで、今年の藤上里奈の総計算となるようなライブになりますので、いろいろ仕掛けも用意してもらってます。ぜひぜひもうチケットがリパスで会場に発売が、紹介しておりますので、よかったら皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。それではちょっと雨も降ってきましたので最後の曲になります。感謝の気持ちを込めて、お聞きして感謝の言葉という曲を歌っていてください。ありがとうございました。